エルンストルビッチ監督による1938年制作の映画作品。原作は同名のブロードウェイミュージカル作品で、パラマウント映画は1923年にもサイレント映画、ブルービアード、sas ワイフを制作、上映し、成功を収めている。秀逸な脚本に対して演出がやや負けているとの評価もある。とはいえ主演。 女演人ともに配役が充実し、いわゆるルビッチタッチも随所に生かされており、良作であることに変わりはない。フランスの秘書チリビエラのデパートで、パジャマの上だけを買いたいと定員に迫る、アメリカ人実業家、マイケル・ブランドン。そこに都合よく、パジャマの下だけもらうわと現れたのが、貧乏貴族の娘ニコル。気の強い彼女に一目惚れしたブランドンは、猛アタックの末、婚約にこぎつける。 ところが、結婚式当日、ブランドンになんと7回の結婚歴があると知りニコルは、激怒。離婚の際には、莫大な医者料をニコルに支払うことを結婚の条件として、二人はどうにか夫婦となる。当然このような関係はうまくいかず、妻に相手にされないことに豪を煮やしたブランドンは、ある手段に出る。ありがとうございます。